どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、ANA プレミアムメンバー限定でですね、ヒルトン HPCJ 特別優待キャンペーンがですね、やっておりますので、こちらの解説をですね、またね、ヒルトンがですね、新しいブランドをですね、立ち上げるっていう話がね、来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、こちらね、ANA プレミアムメンバー限定で、ヒルトンプレミアムクラブジャパンご優待入会キャンペーンということで、こちらね、ANA のプレミアムメンバー限定っていう風になっておりますんで、ANA のログインしていただいて、マイページのね、キャンペーンからこちらね、プレミアムメンバー限定で利用することができるっていった形になります。今回のキャンペーンの内容なんですけども、こちらね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうのは、本来ですね、年間2万5000円かかるね、有料サービスっていう風になるわけなんですけども、今回のキャンペーンですね、1万円で利用することができます。またね、こちら1万円かかるんですけども、この HPCJ っていうのはですね、5000円の宿泊券が2枚ね、もらえるっていう風になりますんで、実質無料でね、利用することができるキャンペーンっていう風になります。で、こちらね、キャンペーンの詳細なんですけども、期間がですね、2023年の7月31日申し込み分までっていう風になっておりまして、特典ですね、先ほども言いました通り、通常ね、2万5000円かかるこの HPCJ の入会がですね、キャンペーン特典で1万円でね、利用することができます。今回ね、プレミアムメンバー限定っていう風になっておりますんで、 ANA のダイヤモンド、プラチナ、ブロンズ、 ANA スーパーフライヤーズ会員の方限定っていった形になります。で、このね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンって何ですかっていう方もね、中にもいらっしゃるかと思いますので、まあ簡単にね、説明させていただきますけども、この HPCJ にですね、会員登録していただくと、 HPCJ の会員限定宿泊プランっていうのは利用することができます。こちらが 25% オフでね、利用することができるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルね、優勝で利用される方はですね、かなりね、お得って言った形になります。またね、レストランのご利用が最大 20% オフっていう風になりまして、またね、先ほども言いました通り、今回のキャンペーンね、1万円かかるわけなんですけども、5000円の割引券がですね、2枚ね、もらえるって言った形になります。この2枚のね、割引券に関しても、一応ね、1万円分としてね、利用することもできるっていう風になりますんで、まあ実質無料でね、利用することができるって言った形になります。またね、このヒルトンホテルのステータス保有されてない方はですね、この HPCJ に入会していただいた時に、まあ希望すればですね、シルバーステータス会員っていうのがもらえるって言った形になります。まあこのね、シルバーステータス会員っていうのはですね、まあそこまでね、大きい特典ではないのかななんていうふうに思います。というのも、ヒルトンアメックスっていうヒルトンのね、クレジットカード発行するだけで、今現在ね、ヒルトンホテルのね、ステータスゴールドね、獲得することができるっていうふうになりますんで、まあ一応ね、おまけ程度でこのシルバーステータスのね、特典はついているって言った形になります。この HPCJ のですね、一番の特典っていうのは、このね、会員限定のプラン 25% オフがですね、利用することができる点と、レストラン最大 20% オフがね、利用できる点って言った形になります。で、このね、 HPCJ の対象ホテルなんですけども、国内のね、ヒルトンホテルは基本的にね、すべて対象っていう風になっておりまして、2023年6月末にね、開業するヒルトン宮古島、非常に楽しみですよね。まあ、こちらのホテルも対象っていう風になりますし、またね、8月にダブルツリーバイヒルトン京都がね、開業する予定なんですけども、こちらもね、利用することができます。国内はね、これだけっていう風になっておりまして、またね、コンラットソウルっていうね、韓国のね、このコンラットでも、こちらね、利用することができるって言った形になります。残念ながらですね、割引券に関しては、このコンラットではね、利用することができないんですけども、この HPCJ のね、割引プランとかは、このね、コンラットソウルでも利用することができるって言った形になります。またね、この HPCJ に入っているとですね、バースデーケーキプレゼントっていうのもですね、利用することができまして、誕生日のね、前後1ヶ月ですね、ホテルにね、3日前までに予約していただいて、その時にですね、バースデーケーキをね、お願いすると、こちらね、無料でバースデーケーキはね、利用することができます。こちら対象ホテルね、結構たくさんありますんで、概要欄に公式サイト載せておきますんで、利用されたい方はですね、ぜひね、チェックしてください。結構ね、しっかりしたケーキもね、昨年だと思いますけども、2年前だったかな、はい。私、ヒルトンお台場でですね、利用させていただきましたけども、結構ね、ちゃんとしたケーキをいただけて、非常に大満足でしたので、ぜひね、この HPCJ 入会される方はですね、誕生日のね、前後1ヶ月、こちらね、利用していただければな、なんていうふうに思います。このね、優待キャンペーン自体はですね、本来2万5000 HPCJ かかりますけども、今回のキャンペーンで1万円になって、またね、
1万円かかるけど、割引券がね、5000円2枚もらえるっていう風になりますんで、まあ実質無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、ヒルトンホテルね、年間優勝で利用される予定のある方はですね、入っておいてね、そうはね、ないのかななんていう風に思いますので、まあ今回ね、ANA プレミアムメンバー限定にはなりますけども、ぜひね、マイページチェックしていただいて、利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、ヒルトンホテルね、プレスリリースが更新されまして、ヒルトンホテルはですね、昨年、スパークっていうね、ホテルブランドを立ち上げましたよね。まあ、これとは別にですね、またね、ヒルトンホテルは現在ね、H3 プロジェクトっていうのはですね、中規模以下の長期型アパートメントスタイルのブランドをですね、正式にね、立ち上げるっていうのを発表いたしました。このね、H3 プロジェクトっていうね、まあ、H3 っていうホテルブランドみたいなんですけども、こちらはね、まだね、仮段階で名前等々はね、今後変更になるかもしれないんですけども、このブランドはですね、20泊以上の滞在するアパートメントスタイルのね、宿泊施設に属しているということで、かなりね、長規模滞在向けのホテルブランドっていった形になるんですよね。で、こちらね、プロジェクト自体は立ち上がって、プレスリリースとかね、発表されているわけなんですけども、20泊以上利用するってなかなかないじゃないですか。で、これがですね、ヒルトンオーナーズのこのステータス特典とかですね、その朝食無料とかラウンジとかね、まあそういったステータス特典とかね、まあこういったのがですね、どういった感じで機能するかっていうのは、まだね、不明っていった形になってるんですよね。またね、ポイント宿泊ができるかどうかっていうのもですね、ちょっとまだ分かってないそうなんですけども、こちらね、海外のブロガーの方が問い合わせた内容だとですね、ヒルトンの宿泊実績自体はですね、カウントされるっていうね話ですので、まあこれね、どういった価格帯になるかにもよりますけども、これね、非常に楽しみですよね。で、ホテルのね、おおよそのイメージみたいなのが、まあ、こういった形になっておりまして、プロジェクト H3 by ヒルトンってね、まあ、これは多分合成でまだね、名前決まってないって言ったの、書いてあったので、まだ、正式なものではないと思うんですけれども、まあ、ホテルの外観はですね、まあ、こういった形になっておりまして、またね、アパートメントスタイルっていう風になっておりますんで、こちら客室の画像なんですけども、まあ、非常にいいですよね。で、また、こういった感じなんですけども、キッチンとかもですね、ついていたりですね、冷蔵庫とか洗濯機とかね、そういったものもついているアパートメントスタイルのね、ホテルっていった形になるんですよね。で、またね、ジムとかもね、ついていて、ランドリーとかもですね、別にね、ついているようなホテルブランドっていう風になりますんで、まあ、これはね、非常に楽しみですよね。まあ、こういった形になるんですよね。私もね、ゴールデンウィーク、ホームツースイーツバイヒルトンっていうところにですね、ディズニーランドのそばのことでね、宿泊させていただいたんですけども、ここもね、客室に冷蔵庫とか、ケトルとか電子レンジとかね、そういったものがあるホテルだったんですよね。まあそこもディズニーランドということで長期でね、滞在される方向けみたいなんですけども、そこもね、非常に良かったので、まあ同じようなね、ブランドであれば、まあこういったところもですね、ご家族とかでね、宿泊される方はね、かなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、まあこれね、まだね、プロジェクトが立ち上がっただけであって、これからね、どういったところにできるかっていうのはね、決まってくると思いますんで、これもね、非常に楽しみですよね。まあこういったことがね、発表されましたので、いつかね、まあ日本にできるかもしれませんので、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、最近ね、LINE 公式アカウントも頻繁にね、更新しておりますんで、ぜひね、登録されてない方はですね、チェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。